カットライン。俺の名前はヒロシ、スカット大学に通う4年生で現在就職活動の真っ只中です。ただいま。ヒロシおかえり。今日の面接はどうだった？手応えはあまり良くなかったかな。あらそう。まあそんなにくよくよしなくていいわよ。あなたは私とパパの息子なんだからきっと大丈夫よ。俺の両親は天才的な頭脳を持つ学者です。そんな両親に育てられた俺は IQ200 の天才児に成長しました。あなた、ヒロシ、そろそろおやつにしましょう。今日のおやつはドーナツよ。はい。ヒロシ、おやつの前にいつものクイズをしようか。この暗号が解けたらパパのドーナツも食べていいぞ。うん、いいよ。それじゃあこれはどうかな。ランダムのアルファベットの羅列。あ、わかった。お、早いな。よし、聞かせておくれ。これはまず書かれてるアルファベットを2つずつ進めて考えるんだね。例えば A なら2つ進めて C、 B なら2つ進めて D、 そして文字の順番を入れ替えると文章になるんだよ。ほう、どんな文章だ？デリシャスドーナツ、つまり美味しいドーナツだね。正解だ、すごいぞ。さすがヒロシね。約束通りドーナツは僕のものだからね。まあ言ったな。こらこら、そんなに頬張んなくても誰も取ったりしないわよ、もう。このように毎日笑いの絶えない幸せな日々を過ごしておりました。ところが、ねえパパ、いつになったら家に帰ってくるの？またクイズしようよ。心配かけてごめんな、ヒロシ。もうすぐ帰れるからな。そしたらまた一緒にクイズを。俺が5歳の頃、父は病気を患って大きな病院に入院しました。この時はすぐに家に帰れると笑って言ってくれていました。しかし、母さん、ヒロシのことだけど。何？これまで英才教育でやってきたけど、今のままじゃ他の子たちと馴染めないかもしれない。だからこれからはごく普通の子供として育ててほしいんだ。そうね、わかったわ。母さん、ありが…あなた、あなた。そうして父は家に帰ることなく天国へと旅立っていきました。母は父の遺言に従って俺をごく普通の子供として育ててくれようとしたのですが。ヒロシ、ちょっとこっちに来てくれない？ん？何？じゃーん、ゲーム買ってきたわよ。どう？これ今流行ってるんでしょ？ご飯の後で一緒にしましょう。ああ、ありがとう。でも俺はこっちの方がいいかな。またそんな分厚い本読んで。すっかり知的好奇心に目覚めていた俺は勉強が何よりも楽しくて仕方ありませんでした。その勢いで超難関のスカット大学にも難なく入学することができ、トップ成績のまま4年生を迎えました。就職活動どうしようかな。公務員になったり大学に残って研究を続けたりするのもいいけど、やっぱりビジネスの世界でどこまで通用するか力を試してみたいな。そうして現在に至ります。就職試験のペーパーテストは問題なく突破できるのですが、面接となるとどの会社もなぜかうまくいきません。あなたがもし仕事でつまずいたらどのように対処しますか？つまずいたらですか？そう、私はつまずかないと思いますので。言いますと？はい、仕事をきちんと覚えればミスをすることなんて絶対にありえません。あなた高学歴だし申し分ないんだけど、うちの会社で働くのは難しそうね。え、なぜですか？仕事ってそんな簡単なものじゃないのよ。はい、お疲れ様でした。次の方どうぞ。簡単じゃないと言われても、俺は今まで何かを難しいと感じたことは一度もありません。だから
なぜ面接官がこうも俺を過小評価するのか不思議でなりませんでした。そんなある日、俺はスカットドットコムというそこそこ大きな会社の試験を受けることになりました。ここは最近海外にもサービスを展開しているグローバル企業で、俺も非常に注目しています。まずは筆記試験だな。今回もパーフェクト目指すぞ。なんで、どいつもこいつも出来が悪そうな顔してんね。お前らどうせ半分以上はここで落ちるんだからね。貴重な時間を無駄にするなんてバカな奴らだね。なんだあの人、ひどいこと言うな。おっほん、我をかくん、守備はどうかね。お疲れ様です、富田社長。どうされたんですか。ちょっと様子をと思ってな。ああ、今年は優秀そうな学生が多いな。そうなんですよ、おっしゃる通りです。きっと富田社長が素晴らしいから優秀な人材が集まってきたんでしょうね。これも社長の人徳ですよ。はあ、さっきと言ってることが真逆じゃないか。おっほっほっ、有岡くん、ちょっと褒めすぎじゃないか。いえいえいえ、富田社長あってのスカッタだったかもでございます。どうやらこの男はスカットドットコムで採用担当している悪岡というらしいのですが、就活生と社長の前でガラリと態度を変える典型的なごま釣り社員のようで、はあ、この会社にあんな社員が働いてるなんてちょっと残念だな。注目していた企業だったので俺のモチベーションはちょっとだけ下がりましたが、気を取り直して試験に集中することにしました。そうして試験は楽々突破。今回も面接まで進むことができました。数日後、面接会場の真ん中で偉そうに座っていたのはあの悪岡という男でした。いやー、それにしても驚いたね。大平くんの筆記試験の結果満点だったよ。それはどうも恐れ入ります。今年はろくな奴がいなくて困ってたんだけど、いやー、君が来てくれて助かったよ。まったく、雑魚の相手をする俺の身にもなってほしいわ。はあ、みんな頑張ってるんだし、いちいち他の就活生を引き合いに出さなくてもいいのに。ところで、大平くん、最近は出世を望まない奴が多いんだけど、君はどうなんだい？はい、私は自分の力がどこまで通用するか、ぜひ試してみたいと思ってます。お、いいね。で、目標は？そうですね、せっかくですから社長になってみるのもいいかと。は？社長？言ってくれるね。私の母は幼少の頃から女手一つで育ててくれたので、将来は少しでも楽をさせてあげたいと思っております。ちょっと待って。はい、何でしょうか。女手一つ、君まさか母子家庭なのか。え、ああ、はい、そうですか。そうかそうか、母子家庭か。それだと話が変わってくるな。はい、どういう意味でしょう。いや、母子家庭だといろいろ大変だっただろう。何かと苦労してきたんじゃないのか。いえ、そんなことは。わかってるって。どうせ家の手伝いばっかさせられて勉強する暇もなかったんだろう。その割には成績はいいみたいだけどな。はい、私は一度聞いたことは忘れないので。おい、そんなやついるはずないだろう。あ、わかったぞ。さてカンニングさんだな。はあ、ずるして成績上げてんだろう。あ、ひょっとしてうちの筆記試験の成績が良かったのもカンニングか。なるほどね、それなら納得だね。ちょっと何言ってるかわからない。勝手に納得しないでください。違いますよ、そんなことするはずないじゃないですか。そういえば君の母親は確か学者だっけ。はい、そうですけど。なるほどね、学者の母親に育てられたってわけだ。ま、それなら常識外れなガキに育っても無理ないか。ちょっと、それは失礼じゃないですか。俺のことはいいですけど、母をけなすのはやめてください。ほーれー
そうやってすぐわかる。まったくどんな育て方をしてんだか。あの、お言葉ですけど、怒らせるようなことを言ったのはあなたの方じゃないですか。ああ、あれがいつ言いました。そういえばお前さっきうちの会社に入社して社長になりたいとか言ってたけど、もーれもーれ。はあ、そんなのやってみなきゃ。いや、わかるんだよ。お前のような人間がうちの社長になんかなれるわけないんだよ。なぜだかわかるか。だってそもそもうちに採用されないからな。え、お前は母子家庭だから不採用。さっさとお引き取りください。意味不明な理由で脅された上に母のことをバカにされ、俺は怒りが収まりませんでした。さらに悪岡は俺と入れ違いに面接室に入った別の就活生に対しても、三流大学の出来損ないは不採用。そんな学歴でよく来られたね。その度胸だけでも買ってやるよ。底辺はせっさと出て行けと、こんな悪態をついていました。なんてやつだよ。こんな会社こっちからごめんだ。帰宅後、俺はこの日の出来事をありのまま母に話しました。本当にムカついた。あの面接官ぶん殴ってやろうか。これヒロシ、なんてこと言うの。それじゃあんたが捕まるよ。でもさ、一泡吹かせたいのならその会社買収したら。え、その面接官をギャフンと言わせたいんでしょ。それならその会社を買収してヒロシがトップに立っちゃえば。母さん何言ってんのさ。あら、あんたなら本気を出せばそのくらい楽勝でしょ。いや、まあできなくはないと思うけど。でしょ、ってだってあんた天才だもんね。いや、俺はそんなんじゃないって。パパには普通の子に育ててほしいって言われてたんだけどな。え、お父さんそんなこと言ってたの。ええ、天国に行っちゃう前にね。それでお母さんも何とかやってはみたけど、あんた全然そんな気なかったじゃない。いっつも分厚い本持ち歩いてさ、おかげでお母さんすっかりゲーマーになっちゃったじゃない。そんな頃もあったね。あの人なりにいろいろと考えてたのよ。まあでもヒロシは立派に育ったし、私は何にも間違ってないと思ってる。あなたはあなたよ、ヒロシ。母さん、うん、わかった。俺、あの会社買収してみるよ。よーし、一泡吹かせてやりますか。その顔つき、誰かさんにそっくりね。こうして、俺はスカットドットコムの買収計画を決意しました。果たして、その結末はいかに。後編へ続く。最後までご覧いただき、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。